降りてきやがれ、こら！ナルト、落ち着けって言ってんでしょ。大丈夫だ、必ずガーラ君は取り戻す。だから落ち着け。分かったってばよ。いいか、ナルト、お前はこの手の相手には慣れていない。あいつはお前にとって相性の悪い遠距離タイプだ。じゃあどうしたらいいんだってばよ。こういう時はこっちで奴の隙を作り、そこにつけ込むしかない。どうやって？遠距離補助系の忍術を持っている奴が相手の注意を引く。ま、要するに今は俺に任せとけってことだ。カカシ先生に？ああ、まずは俺があいつの相手をして下に引きずり下ろす。その間お前は奴の隙を見つけて、あの鳥からガーラ君を救い出せ。分かったってばよ。よし、それじゃ行くぞ、ナルト。戦いの手本を見せて。悪いな、引くわけにはいかなかった。戦いに夢中になってる間に奪われちまったか。しかしさすがは畑かがしってとこだな。ガーラ！ぶん殴ってやる。やれるもんならやってみな。油断しすぎだよ。なんだ今の力は。俺だけは絶対許すわけにはいかねえ。キュービの力ってわけか。面白い。やれるもんならやってみろ。
さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいがな、今回はここまでだ。うん。逃がさねえ！なんと、止まれ！近いうち、また相手してやるよ。うん。まあ、そん時までお前が生きてやったがな。くそ。逃げたか。ん？さくらちゃん。ようやく会えた。こっちも終わったようじゃの。はい。あとはガイたちが到着するのを待つだけだな。ナルト。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ。風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃ、こんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ、偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。
チャクラ使ってくれってばよ。お前、それってできるか、ばあちゃん。ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんな者よりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どんな里でも人中力を見る目は冷たいものですからね。わしの手の上にお前の手を重ねろ。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のような奴が現れてくれて嬉しい。してきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂とこれからの未来は柱の時とは違ったものになろう。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることのできる存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。誰を呼んでいる？誰だ、この手。なんだ、俺の手か。俺の手。俺？俺とは誰だ？俺は会えた。ナルト。世話かけやがって。なぜお前がここに？俺だけじゃねえ。
お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺は、ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだってばよ。今は疲れて寝ちゃったけど。違う。え？医療忍術なんかじゃない。転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。千代婆様、ばあちゃん、ナルト、千代婆様はお前とガーラ君に未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。うん、ばあちゃんの思い今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に祈りを。ここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま